みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美樹です。今日はみんなサイエンスクイズです。4択の問題が出てくるので、それぞれの選択肢について予想して考えてみてね。それではレッツサイエンスクイズ。ある時女神様が現れてこう言いました。金、銀、木、発泡スチロールでミキゾーをご用意しました。一つだけ差し上げます。どれがいいか科学の力で選んでくださいと。やはりもらうならお高めの金がいいなと思ったのですが、見た目は4体とも全く一緒で見分けがつきません。金、銀、木、発泡スチロールをどうやって見分けますか？次の4つから選んでください。1、水の中に入れる、ジャボーン。2、手で叩く、ドンドンドン。3、それぞれの重さを測る。4、女神にプレゼントを渡してこっそり金はどれか教えてもらう。考えてみてください。時間は10秒。では動画を見ながら答え合わせをしてみましょう。まずは1番から。早速水に入れてみましょう。あれれ、2個沈んで2個は浮いたよ。でもこれじゃあどれが金かはわからないね。実は金と銀は水に沈むんだけど、発泡スチロールは水に浮くんです。木は水に沈む種類もあるんだけど、ミキゾーを作った木は水に浮く木だったみたいね。では2、叩くを試してみよう。お、これは硬いね。あ、これも硬い。あれ、これはちょっと、あ、なんかへこんじゃったかも。あー、せっかくのミキゾーが。最後の1個、あ、これも硬い。硬いか柔らかいかぐらいしかわからなかったね。硬いのが3つ、これでは金がどれだかわからない。次は3の重さを測るをやってみよう。青の子が173キロ。ほう、どうやってこの体重計に乗せたんだろうかっていうのは置いておいて、っていうか持った瞬間に気がついたよねってのも置いといて、これでもう分かりましたよね。全く同じ形でも物によって重さは違います。そして金は金属の中でも重い方で、この4つの中ならば一番重い。だから青の体重計に乗っているミキゾーが金でできていると分かります。ちなみに4、女神にプレゼントを渡して教えてもらうは、あ、なんか女神が怒っていらっしゃいますね。はい、ダメみたいでした。みんなどうだったかな？今日のポイントはこれ。物は大きさや形が同じ、つまり体積が同じでも重さが違うことがあるでした。みんな今日のサイエンスクイズ楽しんでくれたかな？もっと詳しく知りたいという子は実験の動画を見てみてね。正解した子はもっとクイズに挑戦。次の動画を楽しみにしてくれている子はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次回、バイバーイ。